タモミのスクネは、日本書紀等に伝わる古代日本の人物。日本書紀では、タモミのスクネ、た文献では、手差そに、手差み足に、たもみの足に、たもを渡る足になどとも表記される。古事記に記載はない。住吉大社祭司氏族である、つもり連の祖とされる。上、住吉神社家、住吉王子祖、日本書紀、神宮皇后折衝前記。 中愛天皇9年12月14日上によると、皇后が白木政党から帰還した際、政党に従った右派筒の斧、中筒の斧、底筒の斧の三神が皇后に三神の改まをあなたの山田雄に祀るよう告げた。そして籠みの宿根と戦慄が神の発する地を定めるべきことを皇后に根性したので、皇后は戦慄を官主として、 祠を、あなたの山田雄に建てたという。住吉大社神代記では、檻は足に残とし、神宮皇后の重さ未知ん会席を、重越しに刺して帰生した後でなお賜ったとする。また住吉三上が、定中無垢の長岡の玉出郷に住むことを欲したので、皇后はその地に住んでいた手早そくにおかん主として、祀らせたという。父は、天辟名命または、 天前玉命の十一世今後の水吹きすくね命、母は、北田氏の祖、宇治美子の娘である鹿島姫。兄弟に、田地秘連の祖、御天すくねがおり、住吉大社の社家となる、つもり連の祖、豊かあずた連と、つもり連、警部主の祖、や州足二の西がいる。たもみのすくねについて、日本書紀では、つもり連の祖とする。この、つもりという詩の名は、 住吉津を守ったことによるもので、つもり氏は、住吉大社の祭祀を代々になった士族になる。なお、新先生四六節国つかみ、別、つもり宿根城では、このつもり氏に関して、神命発生今後の大井を冷やしにの光栄とし、終わり宿根と同祖とする。ありがとうございます。